ピオスさんマダミス夏休みスペシャル特別企画、あの日から雨の日は早く帰ることにした。始まり始まり、イエーイ。お願いします。お願いします。今回はまあ動画なんですけど、ピオスさんマダミスで、ミロクさんがね GM をしてくれ、そしてなんといつも GM をやってくれる塩分さんがプレイヤーとして一緒に参加してくれるということで、はい、だいぶスペシャルになってるんじゃないでしょうか。珍しいですね。ねえ、なんで私はここからは全然わかんないんで、ミロクさんに全部丸投げしていこうかと思います。はい、初キーパーです。初キーパー、初 GM なんですけど、うんうん、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあまず、こちらマダーミステリー、あの日から雨の日は早く帰ることにしたなんですけど、少し難しめというか、そうですね、普通のマダミスより難易度がちょっとだけ高い中級者向きの、シナリオになっておりますが、まあ皆さんねマダミス慣れていると思うんで大丈夫だと思います。で、少しこの作品の、まあ、レギュレーションとか話させていただきます。あ、てかマダミスについてお先に言った方がいい？うん、マダミスについては特にこれ載ってないので、ピオさんいつものやつ。おぉいつものやつ、ね、やばい、困ってしまった。マーダーミステリーとは、小説の登場人物を演じながら物語を遊んでいく感じみたいな。これ全部ミロクさんのやつ借りてきてるんだけどね、私概要欄。僕じゃん。そうだよ。あ、そう、うん、そうだわ、うん、そうよ。殺人事件とか、まあそういうような何かの事件が起きて、まあ犯人を見つけるみたいなのが大まかなストーリーになっています。はい。でプレイヤーには事前にもしくは当日にハンドアウトが配られて、まあ、関係性とか時系列とかで何をしていたかとかをそれぞれ把握して、その登場人物になりきって会話をして犯人を見つけ出すみたいな感じですね。これあと、okay. どう大丈夫、注意点はちょっとミロクさんから話してもらっていいかな。あ、じゃあはい。まあ、マーダーミステリーの注意点なんですけど、謎解きっていうことでね、謎を一回知ってしまうともう次遊べなくなっちゃいます。なので、一回ね遊びたいっていう人は先に遊んでからこの動画ご視聴お願いいたします。でもすでに結末知ってたりとか、あの謎のことをね知ってたりとかする方は、未プレイの方に対してネタバレしちゃうとその人遊べなくなっちゃうので、ネタバレにつながる行為が、厳禁になっております。でこのシナリオの、注意事項なんですけど、感想をつぶやくときなんですけど、例えば〇〇が例えば犯人だった、面白かったとか言うとすぐ分かるからダメ、うん、だし、そうだな、何々役で推理したんだよねとか言うと、あ、この役はじゃあ犯人じゃないんじゃんってバレちゃうからダメとかあるんですけど、でプラスでまあ、やっていい感想としては、まあ面白かったぐらいのね、そういうわ、なんだろう、誰にもネタバレにならないような感想だったらいいと思うんですけど、感想ありってつけて、もらえると、てかつけてください、お願いします。このシナリオは感想ありと注意書きした上で投稿お願いします。はいはい、はい。じゃあ、次に進行についてご説明いたします。まあ、配信でちょっと載ってるかどうかわからないんですけど、進行というのがございまして、まず一番初めに公開情報を公開します。5分ですね。次に2で演じるキャラクターを決めます。今回は事前に決定してあって、凛役を、誰だ？はい、村Bです。村Bさん。で、春役を、ピオスがやります。で、大見課長を、はい、塩分の申し子がやりますというふうに決まっております。でその次に、3キャラ詞読み込み、この時に、秘匿の、まあ、ハンドアウトを皆さんにお送りして、読んで、まあ、こういう自分が役を演じるんだなと理解してもらいます。で次4自己紹介、この時に、まあ、プレイヤーとそして自分の演じるキャラクターの、軽い説明、まあ、自己紹介してもらいます。で5導入読み上げで6質疑応答で、これ3分って、書いてあるんですけど、
ちょっと多分皆さん読み込む時間が足らないと思うので、1人3分にさせていただいて、待ってる方はあの読み込みだったりね、相手とお話ししてもらったりとかする時間にしようかなと思っております。はい、なのでちょっと延長するかもしれないです、あの時間が。で次7、公開会議前半、8、イベント10分挟んで、9、質疑応答、そして10、公開会議後半。なので、会議は前半と後半2回しかないので、この中で皆さんは話し合って犯人を見つけ出してください。犯人というかね、はい、真相かな、見つけ出してください、はい、で11、推理発表、まあ、1人2分ほどで3人とも全員話してもらいます。12、投票、タイムがあり、その後にエンディングがあります。で、あと質疑応答っていう時間が入ってるんですけど、あの質疑応答を、まあ、僕と、まあ、皆さんでお話しさせていただくんですけど、これによって新しい情報が得られるっていうわけでもないですし、本当に質問があった時用なので、あのいらないよっていう方はあのスキップしていただいても大丈夫です。で、質問ありますか？大丈夫です。大丈夫です。 OK です。はい、ありがとうございます。それでは最初に、公開情報を公開いたします。ココフォリアの画面2つ貼りました。こちら、全体図になっております。ディスコードの方にも貼りますので、どちらでも確認していただいて大丈夫です。情報は、進行状況というところに送ります。そして、導入の情報と事件当日の天気という情報もお送りさせていただきました。こちらですね、ココフォリア右クリックして拡大で、大きく見れるので、そちらもご活用ください。はい、はい、ではこちら、5分間で皆さんご確認ください。これはミュートにしてって感じですかね。そうですね、ミュートお願いします。はい、事件当日の天気、午前中が小雨、昼頃が雨、15時頃に雨が止んで、17時頃に大雨と雷雨が、で17時半頃に小雨になったと。なるほど。導入、雨が降っている。凛と大見課長は叫び声を聞く。慌てて事務所の出入り口に行くと、そこには血まみれで包丁を持っている春がいた。私？春は違うという。そう言って包丁を手放す。凛は恐怖のあまり逃げ出した。そして凛は逃げた先で早川の死体を見つけてしまう。残りの二人も凛に追いつく。凛と大見課長の冷たい眼差しが春に向けられた。はい。私がもしかしたら殺しているのかもしれません。血まみれで包丁持ってるんでしょ？大丈夫かこれ。もう最初から犯人として突き出されてしまうのでは、この、ねえ、現状。で、確認だけど、事務所がここでしょ？で、窓。ん？窓が上下にあって、で課長じゃなくて早川係長か、早川係長の死体は、窓からは見えないところにあると。でここ喫煙所なんだ、喫煙所で亡くなってたんだね。で雨よけがあんのか、はいはいはい。で歩道は雨よけなしで、自販機雨よけ、更衣室から工場、出入り口に行くのに、雨よけがあると。屋根のみ。
しあの春が濡れてないんだったらこれは、え、これって道になってんのか、どういうことだ、ここを通らないと工場には行けないのかな、ん、駐車場、工場、窓、うん、傘立てて入り口、事務所、窓、窓、自販機、で、早川係長死亡現場、額に打撲痕あり、致命傷は腹部の刺し傷、うん、2つね、傷は2つあると。で、凛の机、早川の机、大海課長の机、タイムカード、出入り口。そうだよね、私ってあれなんだよ、確か工場職員みたいな感じだから、ここの事務所の中には私の席はないんだな。壁や窓の防音性能は低い。誰かが自席側の 窓の近くを通れば、窓側の席のものは音で気づく。なるほど。あ、じゃあ、私が、もし、ここの更衣室から雨よけの屋根のとこ通って工場まで行ったら、大見課長が気づくし、もしその雨よけがないこっちの歩道を私が歩いていたのであれば、おーっと、もう1分か。あれか、早川さんか、まあもう死んでるけど、か、凛さんが気づくってことだ。なるほど。そこは把握したが。一応私のキャラクター説明は後ででいいかな？後でやりましょうか。残り1分だもんね。一応軽く私のだけ言っとくか。私はプライベートに生きる。遅刻ギリギリに出社して、定時のチャイムと同時に帰る。ちゃちゃっと仕事を終わらせる、生産性が高い工場作業員です。もうできる女って感じするでしょ？私。はい、残り1分切ったのでそろそろ多分戻るんじゃないでしょうか。はい、皆さん時間となりました。はい、はい、はい、では、これより次の演じるキャラクターを決めるは皆さん事前に決めさせていただいているので次に移動します。キャラ使用見込み15分とさせていただきます。こちら皆さん、送信いたしますので、自分のハンドアウトと合っていましたらちょっと言っていただけますか。はい、合ってます。他の方も大丈夫ですか。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。合ってます。はい、ありがとうございます。ではこちら読み込み15分となっておりますので5分前と1分前にご連絡いたします。それではまたミュートにしていただいていってらっしゃい。はい、これでいいかな。はい、じゃあキャラクターシートを読んでいきたいと思います。私は春さんです。で、これ説明があるんですけど、私はプライベートに生きる。遅刻ギリギリに出社また言ったよ遅刻ギリギリに出社して定時のチャイムと同時に帰る。ちゃちゃっと仕事を終わらせる生産性が高い工場作業員ということですね。はい、それでは、はい、タイムラインですね。7時58分、今日もギリギリ出社した。11時、上司から有給休暇を取っていないものは早く取れと言われた。昨今、長時間勤務や有給未消化の罰則が厳しくなってきたからとのことだ。工場勤務は有給が取りにくいのでありがたいが、それにしても急だな。帰れるものは今すぐ帰れだなんて。で、12時、営業の早川係長から電話が来た。また無理な納期を押し付けやがって。本当に迷惑だ。この会社からいなくなればいいのに。あー、なるほど。ちょっと割と恨みは持ってたんだ。
で14時、パラパラと有給休暇を消化して帰るものが目立ってきた。そういえば私はなんだかんだ有給休暇を消化してたし別にいいや。なるほど。はい。で、14時30分、ミニハンマーが1本ないことに気づく。まずい、私は工具の管理者だ。工具の数が足りないと、工具紛失届を書かないといけない。意図的に工具紛失届を書かなかった場合は上司から怒られる。めんどくさいめんどくさい、絶対書きたくない。15時、3時休憩、上司から早く家に帰れと言われる。ちょうど同期からご飯行こうと SNS で誘われた。もういいや、明日気づいたことにしよう。有給を取って帰る準備を始めた。15時15分、事務所に行ってタイムカードを切る。15時18分、更衣室に着いた。作業着でおしゃれなカフェには行けない。プライベートの予定がいつでも入っていいように私服は更衣室に常備してある。このドア相変わらずすごい音がする。早く取り替えてほしい。15時30分、私服に着替え終わる。更衣室から出る。駐車場着、カフェへ向かう。15時35分だね。15時45分、カフェ着、着いたと同期に連絡。もう席で待ってるよと即レス。過去すぐに返信が来た。17時10分、雷鳴もひどいな。17時20分、ふっとタイムカードを持ってきたことに気づく。まずい、タイムカードを持ってきたことがリンさんにバレるとうるさい。タイムカードをカード置き場に置いておかないとエラーになる。早く会社に戻って何事もなかったかのようにタイムカードを返してこよう。同期には早く切り上げて帰るお詫びとしてカフェ代を持って勘弁してもらった。レシートはゴミだから捨てた。17時30分、駐車場着、事務所へ。なるほど、車で移動してんのか。17時35分、事務所に着く。雨が降っている。そういえば傘も忘れていたことに気づく。なんだか私の傘の形がおかしいな。開いてみるか。ジャンプ傘で勢いよく開く。何か鉄臭い液体が私にかかった。傘の裏側に雨か何かが溜まっていたのか。痛い、何かが足に当たった。拾ってみると血まみれの包丁だと気づく。近くにミニハンマーも落ちている。まずい、これは工場のミニハンマーじゃないか。ガラスに私の姿が映る。私は悲鳴を上げた。そこには包丁を持ち血まみれの私が映っていた。傘は壊れてるし、服は汚れるし、工具の剣で面倒ごとに巻き込まれるし。もう散々だ、絶対犯人を見つけてやる。そうだよね、絶対そう、おかしいのよそう、ハルさんが犯人だったら明るそうだもんね。おかしいもんね、もう。メイン目標、自身の身の潔白を証明し真犯人に投票する。サブ目標、工具が足りないことを黙っていたとバレれば面倒だ。ハンマーが工場のものだと気づかれない。なるほど。で、アイテム情報としてはミニハンマーと包丁が傘から出てきたと。で、傘を持ってる。時々凛と早川の悪口で盛り上がることがあった。なるほど。うん、まあ持ってるのはこの3つのアイテムの情報ってことね。 OK。 なんか聞こうと思ったんだけど忘れちゃったな。今日もギリギリ出社、有給休暇取ってないって言われる。まあ早川係長から電話が来てる。で、有給休暇、まあこの電話が来てるとかっていうのも呼び出しなんじゃないかとかっていう疑われそうですな。で、ミニハンマーが1本ないことに気づくのが14時30分か。結局あれよね、あの私服、更衣室に常備してた私服に着替えて行ってるから、その私服の状態で血まみれになってるってことでいいのかな。どうなんだ、ちょっと聞こうか。
血まみれになっている春の格好は私服ですかっていうふうに聞きました。で、傘を持って帰ってないってことは、多分あの雨に濡れることがなかったからっていうことなんだよな。で、私服 OK、 私服らしいです。で、公開情報の、こっち全体図、雨よけ屋根のみでしょ。屋根のみってことは、別に歩道を通らなくても喫煙所には行けるってことなのか。これさ、まあそのキャラ詞を読む感じ、私に罪をなすりつけようとしている人がいるわけじゃない。私の傘に、血を、これこの血はどうやって準備したのねこの血とその血まみれの包丁と近くにミニハンマーと、だってミニハンマーがある時点で工場のミニハンマー、残り5分です。残り5分か。なるほどね。時々凛と早川の悪口で盛り上がることがあった。これに関してなんだけどさ、上司って誰なん？これ多分工場勤務の上司でしょ。だからさ、リンさんとその近江課長とは全然関わりないんだよね、きっとね。だからこそなんかこいつじゃねって思われてそうな気がするんだけど。雨よけがあるかないかだけだから、別にここの通路を通らないと更衣室に行けないってわけではないのか。なるほど。そう、ここを通らないとその事務所とかに行けないわけではなく、窓すれすれのその雨よけが別にないところを通ってもいいってことだわな。なのか、まあここのあの白い部分はどうなってる。どういう解釈で見ればいいんだ。残り1分です。これどうしたもんかな。レシート捨てちゃってるからここに行ってたっていう記録もないし、同期に確認してもらうことってできんのかな。
残り1分。壁や窓の防音性能は低いでしょ。じゃあ大見課長が私が通ってることに気づいててもおかしくないし、タイムカードを切ってるところも見てるんじゃないのかな。でも大見課長の話題1個も出てないんだよな。はるさんさ、多分あれ会社の人に全然興味ないんだろうねきっとね、はい、お時間となりました。皆さん読めましたでしょうか。はい、はい、皆さんいらっしゃいますね。はい、はい、ではよいしょ、続いて、自己紹介に入りたいと思います。まず最初に、まあ、プレイヤーの自己紹介簡単にしていただいて、次に皆さんにお送りした、秘匿の情報ですね、キャラクターシートの概要っていうものが1ページ目の左側にあると思うんですけど、そちらを読んでください。皆さん演じて、まあ、やっていただきたいなとは思うんですけど、アレンジなどしていただいても大丈夫です。では、まずキーパーからさせていただきたいと思います。キーパーの魅力です。皆さん、まあ、いろいろ情報が配られてね、自分のキャラクターは何をしたのか気になると思いますが、頑張ってください。では続いて、ムラビーさんからお願いします。はい、ムラビーです。今回はリンを、やらせていただきたいと思います。で、概要を読めばいいんですかね。だはい、はい、誰よりも早く来て誰よりも遅く帰る営業兼社内 SEで、業務内容としてはメールアドレスの発行ですとか Wi-Fi の設定など会社で使うデジタルツールの管理を、社内 SE の仕事としてやっています。営業の仕事だけでいいんじゃないかといつも思っております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では続いて、ピオスさんお願いします。はい、ひなピオのス、ピオスと申します。今回はハルさんをねやらせていただきたいと思っております。キャラクターの概要なんですが、私はプライベートに生きる、遅刻ギリギリに出社して定時のチャイムと同時に帰る、ちゃちゃっと作業を終わらせる生産性が高い工場作業員ということで、一人ちょっと工場作業員みたいですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では最後塩分さんお願いします。はい、本日はプレイヤーとして参加させていただきます塩分の申し子と申します。よろしくお願いします。今回はですね、大見課長ということで、キャラクターがですね、申し訳ございませんは挨拶の方です。お客様からのクレーム処理は真っ先に私に回ってまいります。音を荒げず丸く収めるお客様窓口のオペレーターをさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではえ、僕の方から導入の読み上げをさせていただきたいと思います。皆様は心境状況、じゃあ進行状況の、画像か、まあ、テキストの方を見ていただけたらいいと思います。雨が降っている。凛と大見課長は叫び声を聞く。慌てて事務所の出入り口に行くと、そこには血まみれで包丁を持っている春がいた。春は違うという。そう言って包丁を手放す。凛は恐怖のあまり逃げ出した。そして凛は逃げた先で早川の死体を見つけてしまう。残りの二人も凛に追いつく。凛と大見課長の冷たい眼差しが春に向けられた。このような導入となっております。では続いて、質疑応答の時間となっております。一番最初もお伝えした通り、これによって新しい情報が出てくるわけでもありませんし、本当に、まあ、必要な、まあ、質問したいよっていうことがあったら、答えるっていう形ですので、なければないで大丈夫です。では、ムラビーさんから、そうですね、サブの方、ボイスの方、サブの方お願いします。
はい、順番に読んでいきます。はい、音量調節確認し忘れた。あ、わしか。うん。はい、行ってきまーす。はい。はい、質問ありますか？さっき質問したので多分大丈夫かなとは思ってるんだけども。はいはい、まあ、なんか、多分横の道としては通れるんだけど、そんな道を外れて、なんかやらしい歩き方するまではしないかなみたいな回答になります。うんうんうん。ってことはまあ出入り口から出たらもうどっちかの歩道とか屋根とかに行って歩くのが普通ってことか。うん、そうですね。まあそう考えていただいて大丈夫です。うんうん。ってことはその更衣室のその道から喫煙所に行くみたいなことはほとんどないっていう認識でいいのかな。そう、ちょっとこれ難しいんですけど、うん、道がないだけで多分行けるんですよね。だよね。あの更衣室の出入り口から出て、うん、雨よけがないとこを通って喫煙所行くみたいな。まあそれはできちゃうよね。うん、そう。ってことはまあそこも一応通れるけど、そこに行くに、そこに行くんだったらそのやらしい歩き方しないといけないってことだね。いや、そういうわけじゃない。これ多分もう道がないだけで普通に行けます、うん、なはー。うん、ここだけはちょっと普通に通れると思っていただいたら大丈夫です。うんうんうん。じゃあ他のその道に外れて動くことはないけど、その喫煙所に行くために更衣室から普通にすっていくのはあるよってことか。うん、事務所から出て下回りをすると、まあ、雨よけがあるよっていう感じかな。うん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 。なるほど。あ、っていうかあれか、ここの左側の通路も道なのかこれって。うん、そうそうそう。あ、そういうことか。なんだけど、この道がちょっと途中でなんか切れてるから、うんうんうん、ちょっとそう、ね、道がないように見えるんですけど、うんうん、普通に多分通れると思います。あ、OK です。そんくらいかな、今、気になるのは。はい。はい、じゃあ、じゃあ、かな。はい、お願いします。はい。おー、ミカチョ！あー、行ってらっしゃい。カッチョさん。カッチョさん。この画像難しいな。ん？認識が。ああ。この空白のとこ通れんのかどうかみたいなね。ああ、マップの方ね。あ、そうそうそう。では皆さん質問タイム終わりました。はい、はい、後半にもう一度あるので、まあ、何かあればそちらでご質問もしくは、個人チャットでね質問していただけたら大丈夫です。はい、はい。では、次に公開会議前半が始まるんですけど、密談というものはこのシナリオございません。で、あと皆さん、アイテムっていうものがね多分、入手したかと思います。で、こちらのアイテムはもう全体公開のみになってます。この人だけに見せるというのはなしです。うんうんうん。で、多分アイテムの左側にチョンボ点がついてると思うんですけど、まあそのチョンボがついてるやつがアイテムの全部になってます。アイテム情報か、アイテム情報ですね。になってます。すいません、アイテム情報ってどこにあります？下から2つ目ですね。課長はあのページです。目標の次に多分皆さん書いてあるかな。うん、ありました。ああ、はい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 。あ、はいはい、ありましたか。ありがとうございます。はい、でこちらはまあそれの名前を言っていただいて、GM これ皆さんに公開しますって言っていただいたら、僕の方から皆さんに公開させていただきますので、まあ自由に公開していただいて大丈夫です。はい。はい。シナリオ中に
まあ、もしそのあそうですね、自由に嘘とかはついていただいても大丈夫です。全員がついて大丈夫ですということで、会議前半始めていきたいと思います。はい、では始めてください。違う、私じゃないの。こんな姿見ても信じてくれないかもしれないけど、これはめられたのよ。はめられたっていうのはどういうことかな。私はただもう早くもうタイムカード切って同期とご飯に行ってたんですけど、傘とタイムカードを切るの忘れちゃって、あ違う、置いてきちゃって、持ってきちゃったんですよ。タイムカードを持ってきちゃって、でそれバレたら怒られちゃうなと思ってこっそり返しに来て、でそこで傘も忘れてたことに気づいて傘開いたら血がブシャーって落ちてきたんです。結構な雨だったけれど傘を忘れるなんてことはあるんだね。私車で移動してるんで。ああ、だし、そう、あの更衣室から工場ってずっと雨よけがあるじゃないですか。だから傘そのまま置いて駐車場から行っちゃったんですよ。ああ、そうだね。お二人はその会社にずっと残っていたみたいですけど、何してらっしゃったんです？私は仕事だよ。当たり前じゃないか。君たち仕事定時で帰るようなことはしないからね。私は、まあ僕もね、あの仕事は続けていて、ちょっと休憩しようかなと思って一瞬席は立ったけれども、すぐ戻ってきて仕事を続けていたよ。一瞬席を立ったのっていつとかの出来事、何時ぐらいの出来事ですか？だいたい5時ぐらいかな。そうだね、君は早川くんを追いかけて一回外に出ていたね。早川さんは何時まで生きていたんです？生きていたという質問には答えることはできないだろう。ああ、そうか。いつ殺されたのかは知らないんだから。そうですね、うん、っていうかその何時まで生きてる早川係長を目撃していたんです。私が見たのはその定時の17時だよ。17時までは生きていた。ああ、そうだね。まあその後リン君が早川君を追いかけている姿を私は見ているけどね。リン君は一体何をしていたんだい？早川係長が傘をね持っていかずに、雨よけのない方の歩道を、ね、通って喫煙所に行くから、まあ傘ぐらい届けてあげようかなと思って。お、傘を、まあ、届けてそのまま戻ってきたよっていう。傘を持って行ってないことは、あ、そうか、窓から見て分かったっていうこと？うん。うん。傘を持ったか持ってないかって外に出てからじゃないと分からないかなと思ったから。なるほどね。傘立ては外にあるからね。うん。でもなんかいつも係長喫煙所に行くとき傘持っていかないで濡れて帰ってくるときもたまにあったから。うんうん。それじゃちょっと風邪ひいちゃうよってことで。優しいんだね。私と割と係長の悪口言ってたのに。そんなこと言っていたのか。うん、たまに盛り上がることがありました。
内緒じゃんそれは。ここまで来たらさ話すしかなくない？まあでもどんだけね愚痴を言おうが上司は上司だから。まあね。っていうか私のこれ情報だった、ごめんなさい。 GM さん公開しました。はい、公開します。はい、同時に公開します。すいません、はるさんが、はい、時々凛と早川の悪口で盛り上がることがあったという情報を公開します。これですね、カーソル合わせ、皆さんパソコンでよかったですかね。はい、カーソル合わせてもらえると、情報が載ってます。じゃあ僕も同じこと書いてあるんで公開します、はい、情報。じゃあ私もそうだな、リン君が早川係長と悪口を言ってる子を聞いたことがあるよ。私も公開しよう。これバレてた。みんな悪口言ってるの分かってるじゃない。どんだけ悪口言ってたのよあんた。そんなに悪口を言っているのに傘を持っていないからと追いかけていったんだね。ずいぶん矛盾した行動だとは私は思うんだけれど。不思議だよね。まあ君たちには先に言っておこうか。そうだな。でも言ってしまうとあまり面白くない。まあいいか。そうだね。まあ私は実は死体を見ているんだよ最初に。早川くんがなかなか戻ってこないからね。まあ自販機に行きつつ喫煙所の方に向かったんだ。そしたらズブルネ彼はもう血まみれになって倒れていたよ。それをどうしてそのままスルーしてたんですか？スルー、その前に殺人の脅迫文が来ていたのは知っているかな？脅迫文？ああ、君たちには知られていないとは思うんだけれども、上層部からこれは口止めするようにと言われていたんだ。だからその件もあったから不安だったんだよね。早川君が戻ってこないの。なるほど。まあ探しに行って私が見つけたのはそうだな17時半頃だね。17時半頃。ああ、血の海だったよ。おそらく君が持っていた包丁で刺されたのではないかと思うが、よく見たら、額に殴られた跡もあったようだ。そう、私、GM さん公開します。はい、1個目の情報を公開します。はい。傘を開いた時に血がブシャって落ちてきたっていう話はさっきしたじゃないですか。はい。それ、傘を忘れてたって。ああ。そう。で、傘拾って、こう、開いたら、そこから血が落ちてきて、私は今血まみれなんですよ。開いたら血が降ってきたんです。はい。そうなんですよ。そう。で、その時に、その開いた時に、ミニハンマーと包丁が同時にその傘から落ちてきました。よく君は無事だったね。そうなんですよ。なんか足に何か当たっていたと思って、そしたらそう包丁でえっと思って拾い上げた時に、もうなんか私はその時悲鳴を上げちゃってたんですけど、そしたら二人がその出入り口から出てきて私を見るっていう感じの流れです。まあ、君に、まあ、重複してしまうが、もう一度確認をしよう。はい。君がその傘を拾った時間は、正確に何分だい？何時何分だい？17時35分ぐらいのことだったと思います。そっかそっか。で、事務所に着いた時にも雨が降っていたから、あ、そういえば傘忘れてたなと思って、こう、なんか私の傘見てみたら形がおかしいなってことに気づいて開いたら液体が私にバッてかかって、そしたらそこからも何か落ちてきて見たら包丁とミニハンマーが落ちてたんですよ。うんうんうん。
だから殴られたっていうのはそのミニハンマーで殴られてるんじゃないかなって、うんうん、それについてリン君は何か申し開きはあるかな。申し開き、まあ私から見るとまあリン君なんだけど確かに直前まで綾川係長に、係長だよね、うん、とまあ会っていたのは確かに僕ですけど、そんなでも、では君の時系列を、そうだな、綾川くんを追いかけてからの時系列を教えてくれるかい。17時からでいいよ。そうですね、17時に、その係長を追いかけていって、傘を渡して、うん、傘を渡したのは何時何分だい。それがだいたい5分ぐらいかな。はい、ということでお時間となりました。ぬぬぬでは、ここでですね、イベントを挟みたいと思います。はい、ルルルルッとお客様窓口の電話が鳴っている音が聞こえます。大見係長は電話に出るため事務所へ行くでしょう。では、あなたが電話を、取ると、弥勒警察の鈴木です。午前中からこのようなご連絡をいただいてたのにもかかわらず、まあ、このような事件が起きてしまい大変申し訳ありません。あと10分ほどで警察が到着します。もう少々お待ちくださいと、警察が言ってきますね。あなたは電話が切れた後、大見課長はまた事件現場に戻ります。では皆さん、ミュートお願いします。ちなみに先ほどの、情報は画像に出ておりますのでご確認ください。そして皆さんは、ここであることをひらめきます、うん。このひらめきは他の方に共有することはできません。まあ、言っていただくのは大丈夫なんですけど、事実など情報を、まあ、送ることとか共有することはできません。では送ります。さあ何をひらめく？はるちゃんは何をひらめく？はい。開きます。ちょっとお待ちを。はい。では、ここでひらめきを見る時間10分取りますので、皆さんよろしくお願いします。うん。そうだよね、私がカフェにいたっていうことをさ、あの連絡取り合ってるんだから、これ証明できるもんね。私はカフェにいた、同期との SNS 履歴がそれを証明してくれる。うん、カフェに着いた、もう席で待ってるよ。返信早いな。このメッセージのやり取りがあった事件発生日、はい、そうだよね、このメッセージのやり取りがあったのは事件発生日だと。 OK です。あー、そうだわ、これに関しては私の身の潔白は証明できるはずですな。5時半くらいに事務所に着いてっていう話で、俺は違うわ、ちょっと一応説明。申し訳ございません、挨拶、客からのクレーム処理は真っ先に回ってくる。うん、事務所着、あ、間違った、駐車場に着いたのが17時30分頃に事務所で、そっから、うんうんうん、だよね。はいはいはい、っていうか傘、アイテム情報として
公開してよくね。なんで私公開してないんだ。うん。聞いたことがある。リンは悪口言いまくってたわけだ。これなぁ。ミニハンマーが自分の工場のものであるとバレないは、なんか今のところは大丈夫そうな気はするが、他の人の話を聞いていきたいよね。私が全部今のところ身の潔白を証明するために話しちゃって時間食っちゃったから、他の二人の話を聞きたいところではある。で、リンさんとその課長のバトルになるとは思うんだけど、課長が言ってた、なんだっけ、ちょっとメモしたいな。課長からなんか脅迫文、脅迫文が来てたことは知ってるかって感じだったよね。うん。で、それについて多分そのこのような事件が起きてしまい大変申し訳ありません。あ、じゃあもうこの死体を発見してから一応もう警察に電話はしていたってことなのか。そうだな。課長はその脅迫文とかがあるから、みんな有給消化しろよとか、早く帰れとか言われてたのか。じゃあなんでリンは早く帰らないんだ。残り5分です。課長がさ、その死体見てるんだよとかって言ったじゃん。それってなんでその死んでたよとかっていうことを、問題になるからと思って黙ってたってこと。で、リンが死体を発見してるわけでしょ。てか逃げ出してなんで喫煙所にたどり着くんだろうね。雷鳴、17時10分に雷鳴もひどいなって言ってるから、17時10分ぐらいの時に
もうちょっと2人から情報をもらえないと何とも言えないかもな。大海課長が大海課長が、あ、そう、リンが傘を届けに行ったっていう証言してたけど、それの後にそのね、大海課長がついてって殺した可能性はあるよね。その雨よけの方を使って行ったとかさ。残り1分です。はい。でも傘、傘をどうやってあの 血で埋めたんだろうね、あれ。どうやったんだろう。傘の中に血をこう溜めたってことでしょ。そのトリックがあるはずだけど、普通にすくい上げたんかな。やばいことしてんな。え、ってことは傘を持ってるはずだよね。で、これ一人が犯人とも限んないし、でも二人結構バチバチしてんよね。はい、ということでお時間となりました。はいはい、皆様いらっしゃるでしょうか。はい、ありがとうございます。では次、質疑応答なんですけど、何かご質問ある方いらっしゃいますか。個別で話したいという方。はい、あのひらめきの扱いをちょっともう一回確認したいなって。あ、秘匿で、てかサブいきますか。あ、いや、そのなんか、あ、いいですか。はい、公開するのはありだとか、そういう、あ、この、まあ、画像でまあお送りさせていただいたんですけど、そのこの画像自体をみんなに共有するとかは無理です。うんうんうん、ただ内容として例えばこういうの思いついたんだよねとか言っていただくのは大丈夫です。ああ、了解です。まあ、なのでそれが本当か嘘かっていうのは他の人にはまあ分からないっていう状態ですね。了解です。はい、うん、他は大丈夫でしょうか。はい、はい、ということで、これが最後の会議となります。公開会議後半10分間取りますので、皆さんお話し合いください。それではどうぞ。17時からの時系列って途中だったよね。そうだね。うんうん。もう一回最初から、じゃあ、うん、見ましょうか。17時5分に早川くんに傘を渡すまで聞いたから、それ以降から聞きたいね。ああ、はい。了解です。まあ、傘を渡して、その後、一旦、僕も更衣室に入ってちょっと休憩を取って、それが、10分ぐらい更衣室で、それで20分に車内に戻って仕事再開っていう感じですね。少し時系列とずれるんだけれども、リン君、君今日はいつもより来るのが遅かったけれど、どうしたんだい？え？で、来るっていうのは出社の話？そうだね。君はいつも早いだろう、来るのが。まあ、誰よりも早く出社してるイメージあるよね。今日も6時に出社しましたよ、僕は。おや？
あれだったらそのタイムカードを管理してるやつ、これアイテムであるんですけど公開しますね。じゃあ、うん、じゃあ GM さんの銀のアイテムの公開、はい、うん、公開いたしました。下に出てるのと、はい、あと右上の画像の方にも情報ございます。ここに書いてある通り出社時刻は僕はしっかり6時に出社してますよ。ほら、いや、じゃあなぜ君が7時10分に更衣室から出てきたんだろうね、そんな早く来てて。7時10分びっくりしたよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっとね、更衣室に忘れ物してたっぽいんで、取りに行ってただけですよ。何を忘れてたとかは別に言えないの？あ、スマホ、スマホ。リン君とハル君は、早川君の何の悪口を言っていたんだい？私はいつもすごい納期とかが短い仕事を回されるからそれがうざいなって話をしてました。僕はすごいしめちゃくちゃ仕事振ってくるやんこの人って。結構無茶な仕事量を振ってきたので、どうしてこんなに僕に振るんだろうっていう話ですね。そうか、よく君たち二人は話し合いをするのかな、そんな悪口というか。まあ時々くらいですけどね。もともとまず私とかはそのリンさんと大見課長とは別のところで働いてるわけですから。ああ、ね、私からするとだな、うん、まあみんな自分が犯人だとは言わないだろうから、君たちからしても私が犯人だと思うだろうが、正直リン君の行動は私から見て把握はできれど、ハル君の行動は全くわからないんだよね、その時間帯。そうなんですよ、大見課長のこと私も全然知らないから。そう、そして退勤の時間も君はエラーそう、あのタイムカードを持ち帰っちゃうとあのエラーになっちゃうっていうことで、私そのまま持ち帰って同期とご飯に行っちゃったんでエラーなんですよ。多分そういうことなんでしょうね、エラーっていうのは。うん、ちなみに私あの同期とご飯に行ってたっていう証拠が一応まあやり取りしてたよっていうのはありますよ。ただそうなのか、まあ私からそういう発言するっていうことしかできないんですけど、それに関しては残り5分です。まあそれは証拠になるかなとは思ってるけど、リンさんから見てさ、はい、その大見課長の不審な点とかはないの？ちょっと気づいたんだけど、うん、その課長の靴に血ついてないですか？ああ、さっき言っただろう。さっき言っただろう。2回言ってしまった。その死体を見つけたから踏んでいるよ、血だまりをね。おお、僕から見たら、うん、僕が課長に、課長じゃない、係長に、あの、傘渡した後に課長が来てるので、ここで、あの、つがいをして、その、血がついてるのかなとしか思えてなくて。なるほど。そしたら、私は死体を発見したなんて言わないよね。死体を発見して、そこから課長はどうしたんですか？私はそのまま帰ってきてるよ、ここに。
だから私は事務所にいたと思うんだけれど。なんか警察に連絡とかそういうのもしてないんですか？警察に連絡をしていたからこそ私は事務所に戻っているんだ。さっきも君たちには言っただろう。今日殺害予告があったと。それは秘密裏に動いていたから、それを報告するのはもちろんしているさ。だからまあ早く帰れとかって言われてたってことですよね、多分。不安にさせないためにと警察からは言われていたね。私への配慮はないのかとは思ったけれどね。なので私は先ほどリン君が20分に帰ってきたよと言っていた時にずぶ濡れで帰ってきていたんだよね。傘を渡して持っていったなら傘を2本持っているはずじゃないか。君が刺している分と渡す分、なのになぜずぶ濡れで帰ってきたのか、その説明はできるかな、リンク。まあそうだな、まあ、別に僕はまあ多少濡れても気にしないぐらいのつもりだったね。まあ多少どころではないだろう。だって今日は雷鳴がひどくて、すごい雨だぞ。まあちょっとそこは見込みが甘かったかなと。私更衣室に寄ってから戻ってきてるってさっき発言してたから、濡れたんだったら着替えてもいいだろうし。いや、あいにく着替えを持ってなくて。帰ってきた時はどっち側から帰ってきたんだい君。まあその更衣室に一回立ち寄ってはいたから。そうだね。だからどっちになるのかな。そうすると私の机の後ろを通ったということになるんだよね。通ってたら気づきますよね。あ、でも雷鳴だから音ひどくて気づかないのかな。どうなんだろう。そうかそうか。ああ。この時間帯証明できないから、まあ、はるくんもはるくんで怪しいよねっていうことにはなるけど。まあ私は17時30分に駐車場に着いて17時35分に事務所の入り口にいるので、まあ駐車場に着いたのが30分だと死体を発見したのかもその頃だから、そうだね、真逆だね。17時30分に見つけてるんでしたっけ死体。すでにちょっと君たちに嘘をついてるよ。28分に見つけた。28分。まあ2分間あるから移動できるはできるわな。そうか。で事務所の中には帰ってきてるんですもんね。おや、それはリン君が知っているんじゃないか。まあ分からんけど。はい、ということで、はい、お時間となりました。これにて、まあ、会議はできません。一度皆さんミュートにお願いします。はい、はい、なんだ。ということで、誰がこの事件の犯人なのかということを、皆さんにお話というか推理発表とさせていただきます。発表者以外は発言禁止で、話す順番はリン・ハル・オミ課長となっております。ちなみになんですけど、その次の投票の時にですね、この3人じゃなくって外部犯による犯行という、まあ、投票の選択肢もできますので、まあということもできます。外部犯ですね、外部犯によるものだということもできます。では、最初に、リンさん、外部犯お願いします。はい、あ、これ喋っていいんですね、ここで。はい、大丈夫です。 OK です。そうですね、まあその最初こそ課長を疑っていたんですけれども、まあ、その警察に通報したりだとか、その内戦のこと
を考えて、そこまでその自らバレるような行動をするのかなと思い直しましたので、まあ外部犯になるのかなと。ハルさんもちょっと不明瞭なところはあるんですけれども、そのまあ言ってることは本当っぽいので、そのタイムカードエラーもあるし、そうなってくると外部犯、知らない誰かがやったんじゃないかなって思っています。あ、以上です。はい、ありがとうございます。では次にハルさん、推理発表お願いします。はい、最後にすごいちょっとよくわかんないとこ出てきちゃったんですけど、リンさんがなんかその不明瞭な点を全然説明できていなかったので、やっぱり何かごまかしてるんだろうなっていうのは感じるんですよね。で、大見課長に関してはそのリンさんがその外に出た後に自販機まで行ってその課長の死体を確認しているとかっていう、なんか物的証拠的にはその血まみれになってる、血まみれになってる、その喫煙所でめちゃめちゃ血が出てたよっていう発言を大見課長がしていて、で踏んでいるっていうとこまで言っている。だったらリンはん？もう全然わかんない、全然わかんないですけど、まあなんか不明な不審な点が多いのはリンさんなんで、やっぱリンさんが殺してんじゃないかなって思っちゃいますね。でなんか大見課長に関してはちょっとなんか面白くない、面白いみたいな、これ言ってしまってはつまらないだろうからみたいなこと言ってたから、ちょっと愉快犯みたいなとこあんのかなってなんとなく感じてますけど、ちょっと大見課長のお話聞いて投票する人決めようかなとは思ってますが、現状リンさんに入れようと思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。では最後に、大見課長お願いします。はい、私の番だな。そうだな、私は一つ思い出したことがあるんだ。アル君が言っていた傘から落ちてきたハンマー、こちらどこかで見た覚えがあるんだなとずっと思っていたんだよ。まあ正確には分かっていないんだが、まあ、工場から持ち出したのかなと思っている。やばい、外部犯という話も出ていたがなと思ったんだが、本日の朝ワリン君が6時に来ていると言っていたけれども、私は工場からそのハンマーを持ち出し一度更衣室に持ってきたのではないかと思っている。そしてリン君が早川君を追いかけハンマーで殴って包丁で刺し、それを傘に隠しずぶ濡れになって帰ってきた。なぜずぶ濡れになったかよくわかんないけどね。外部班が面白いから外部班の方がいいなとは思ったんだけど、ここは順当にリン君にしようかなと思っているよ。まあ何かいろいろ不満があったようだからね、私からは以上だ。はい、皆さん面白がってるありがとうございます。言っちゃったからか。はい、ということで、投票の時間となります。あなたたちが話し合いをしていますと警察が来ました。意見が整理できたあなたたちは落ち着いて警察に事のあらましを説明することでしょう。
個人チャットの方に質問を送りますので、メンションをつけて、回答をお願いします。そちらの回答を正式に、受け取りましたら、僕の方からリアクションをつけますので、それが来たら受け取り完了という印になります。ということで、少々お待ちください。はい、皆さんに送らさせていただきました。では、メンションつけて、投票お願いします。こちら10分間ですね。また10分後に、そうですね、10分後にご連絡します。先ほど言ったんですけど、外部班というのも、投票できますので、そちらでも大丈夫です。あと全員投票終わりましたら10分経たずに、エンディングに入ります。これ本当にリンでいいのかなと思うんだけどさ、ちょっとリンすぎないって思うんだけど課長の話が辻褄合いすぎててさ、これで欺かれてたらさすがだな、さすがプロとしか言えないんだけど、それかもしくはこれこれこうしてこうだったんじゃないかとか、これこれこうがその工場のものだったんじゃないかとかっていうのを、近江課長が全部その犯行をやってて、それをあたかもこう自分じゃなくこうしてたんじゃないかこうしてたんじゃないかって、あのあれやん、パッションしろってやつや、パッションしろかもしれんよな。ただだからといって近江課長をに投票する大きい要素はもうマジでないんだよ。それこそその死体を見ている、血を踏んでいるくらい。で、更衣室に寄ってるってことは血がついた服を着替えてるんじゃないのかな、リンが。で、ずぶ濡れになって帰ってきてる理由はよくわかんないんだよな。帰り血うんぬんの話、血を、そう、ファッション白すぎてさ、投票する理由がないんだよね。なんでやっぱり話した通りリン、投票先はリンにします。説明できてない点が多かったから、なんか何かしらごまかそうとはしてるんだと思うけど、その犯人であることをごまかしたいのか、それとも別なことについて隠したいのかがよくわからないんだよね。課長のことをかばいたいのかな。いやー、それはどうなんだ。残り5分です。スマホを取りに行っていたとか、
そうだよね、どの時間に工場に盗みに入ったとかさ、そういうのは課長の場合全然時間が明確じゃないから、うん、もうここまで情報出てて、でここまで議論展開してたらもう凛に入れざるを得ない。これ課長に入れる理由マジでない。あのこっちからしたらさ、全然その内容分かってないから、そのみんながどういう行動してたのかっていうのは、その工場作業員からじゃちょっとわからないからこの二人の議論展開的にちょっともう大見課長も十二分に怪しいんだよ。血がついていたとかさ、そのなんか死体を見ているとかさ。ただそうか、電話してこのような事件結局発生してしまって申し訳ないです、もうすぐ警察つきますよ、なんだもんね。だ警察がもうその死んでることは知ってるわけだから、絶対連絡した人がいるわけで、ってなるとやっぱり大見課長が連絡してくれてるんだよな。自作自演だったらウケるけど全てが自作自演、それめっちゃやばいな。では皆様、ミュート解除していただいて大丈夫です。はいはいはい、すべての投票で揃いましたので、エンディングに入りたいと思います。今回投票の結果、リンさんが2票ということでリンさんが選ばれました。リンさん一応聞いておくんですけど、性別男でよかったですかね。ああ、そうですね、今回はそのつもりで。はい、リンさん、あなたは警察署に連れて行かれ、取り調べを受けていた。しかし自分の犯行がバレまいと、必死にごまかしていた。警察は、あなたが殺した早川さんですが、ずいぶんあなたを大切にしていたみたいですよ。と言うと、事件当日に早川が書いた社内の SNS コピーを、あなたに見せます。確かに、リンはいつも遅くまで頑張ってる。それは俺が一番知ってる。俺が責任を持ってリンを早く帰らせるから、殺人予告とか物騒なことをあいつに知らせないでくれ。安心して仕事をしてほしいんだ。警察はこう続ける。実は今日あなたの会社に殺人予告が届いてましてね、社員の心理面に配慮して殺人予告を知らせないまま帰らせようとしたんです。でもあなたが残りたがることは早川さんは知っていたんです。あなたの心に傷を負わせないよううまく帰らせようとしたんですが、裏目に出たようですね。あなたは初めて上司を殺したことに対する後悔に襲われた。もう全て話そう。私はこれから罪を償うことになる。でも早川さんはもういない。上司の言いつけを守ることは部下の務めだろう。あなたはこの日から雨の日は早く帰ることにした。ということで、マーダーミステリー、あの日から雨の日は早く帰ることにした、これにて終了となります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。当たってた。はい、当たってこれ、ピエノちゃん難しくないですか。むずいね。いや、あのね、正直今回は波長がうまかったとしか言えないですかね。波長もう全部いいタイミングで出す。そう、痛いところを痛いタイミングで全部ついてきて。今年シナリオ、何パーだったかな、結構な確率で課長が犯人っていう結末に行くことが多いんですよ。そうなの。そうなんだ。そのぐらい課長難しいんですけど、まあ、全部うまく返されてて、多分、まあ、真実にたどり着けたのかなと思っております。いいとこでちゃんと自分も疑わしいことはあるよとかいうとこ出てくるから、マジでパッション白すぎてもう入れる理由ねえわと思って。やった。逆にこれで課長犯人だったらもう頭上がんないよって。いや、課長目線もうカククロが一人しかいなくてですね、どうしようかなって思って、ただ言ってしまうとつまらないかなと思ったので、しばらくちょっと余ってたんですけど、うんうんうん、そうするとハルさんしか喋らないことになっちゃうので。そうそうなんだよね。難しいなとは思いましたね。そうですね、今回のシナリオはまあ、近江課長と近江課長と凛さんの2人が、まあ、どっちが犯人なんだっていうのをハルさんが決めるみたいな感じの構図になってまして、うんうん、まあ、正直ハルさんの情報は自分が犯人だっていう、じゃあ犯人じゃないっていう結論は出ないんですけど、あなたはもうほぼ白に近いです。なのであなたが、まあ、凛さんか近江課長どっちを信じるかによって大体変わりますね。なんですけど今回、まあ、近江課長がすごいね、うまくお話しされてて、まあ、凛さんが怪しいってことに多分2人ともなったんじゃないかなと思っております。うん、お見事。では全員の一句公開しましたので、なんか順番に言っていきましょうか。はい、じゃあ投票の順番の、まあ、凛さんからいきましょう。なんか軽くご説明をお願いします。はい、はい、まあ犯人でした。はい。愚痴ってた内容通り、残業が目立つから早く帰れって言われたけど、そんな、それだったらこんな仕事量振らんでくれという怒りから。まあ、一回出社して、作業して、仕事してたら、殺害予告の内戦を知ったので、うんうん、よっしゃ、便乗したろってことで、一回家に帰って包丁を持ってきて、工場からハンマーをくすねてきて、更衣室に隠して、で、係長が、タバコ休憩行ってる時に、傘を持っていったついでに、まあ、殺害をしたと。で、その持っていた傘がたまたま多分、ハルさんの、だったのかなって。なるほど。で、傘、に凶器を隠して戻ってきましたよって感じです。うんうんうん、本当はすっと帰りたかったけど、いつも残業してる人がいきなり帰るのも怪しいかなってことでしばらく残ってたっぽい。なるほど。軽く言ったらそんな感じかな。うんうん、そうですね。リーサーは犯人っていうこともあるんですけど、言い逃れできない時間が20分ありまして、うん、それをどう言い訳するかがすごい難しいキャラクターだったのかなと思います。そうですね。じゃあ続いてハルさんいきましょうか。はい、もう完全に最初私やんって思ってたけど、びっしょびしょになって血ついてるとかっていうからね、導入だけ見たらめちゃめちゃ私が犯人に見えるように作られてはいるんだけど、もう完全にはめられてたんですね。もうほとんど議論中に言っちゃったけど、そのタイムカードをね、持って帰ってきちゃったから、それを返しに来たらなんか罪なすりつけられそうになったみたいな、かわいそうな人です。そう、まあ強いて言うならあれだね、
ミニハンマーなくなってることに気づいてたんだけど、いやこれちょっと紛失届出すのめんどくせえ、まあ明日でいっか気づくのって言ってそのまま帰っちゃったんで、あのそれちょっと気づかれないようにハンマーの話題なるべくしたくねえなとは思ってましたねくらいですかね。他はもう全部大体議論中に言いましたね。なるほど。そういえば目標を言うの忘れてましたね。うん、ハルさん目標は何でしたか？私の目標は、まあ、自身の身の潔白を証明し真犯人に投票するがメインですね、はい、うん、うん、でサブが、工具が足りないことを黙っていたとバレれば面倒だ、ハンマーの工場、うん、ハンマーが工場のものだと気づかれないがサブでした。気づかれちゃいましたね。そうなんか勝っちゃーと思って気づくでしょどう考えても。あそりゃバレるわなみたいな。そうだからといってね、そのアイテムの情報公開しない理由も別にないしなって思って公開しましたね普通にね。そうですね。ちょっと一個戻って、リンさん、あなたの目標は何でしたか？はい、メインはまあもちろん投票されないてか、まあ最多票得ないか、うん、なんでまあこれは失敗してて、サブが、課長の隠し事を暴くなんですけど何も分かんなくて。なんて言いましたっけ？とりあえずその僕は弥勒さんに送ったのは殺害予告を自演してたっていう。あ、やっぱそう、そうよね。そうよね。本当に指摘されてなかったからよっしゃーと思ったら書いてると思って。そうですよ、あーあーと思って。合ってます？あ、やった。はい、じゃあそんな課長最後見ていきましょう。はい、あれですね、早川を殺そうと画策をしていたのは尾身課長ですね、うんうん、で、その日に殺害予告をして殺そうと思ったら、あれ殺されてるじゃんという誰よこれ殺したのみたいな。だから守る位置に行くか、外部班で守る位置に行くかどうしよっかなと思ったんですけど、うんって感じですね。まあ普通に考えたらハンマー、時系列で考えたらリンさんのこと怪しすぎるなっていう感じで終わっちゃいました。うん、うん。すいません。目標がその外部班じゃなくて、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。メイン目標が自分が殺人計画を練っていたことを他の PC に気づかれない3点、気づかれちゃいました。サブ目標、うんうん、早川を殺した人を明らかにする2点なので2点で以上です。はい、という感じでした。あとちなみにこれはあの制作者さんが出されている、まあ、PL からよく出る質問みたいなのであるんですけど、真相にたどり着く確率、だいたいあのテストプレイで 20% ぐらいだったということで。えぇー、そうなの？皆さんすごいです。でも、そうなの？あの一番ポイントになるのがひらめきの時の情報なんですけど、うん、あの、リンさんに送られるひらめきで大見課長の、まあ、足元が結婚があることに気づくっていうのが出ると、まあ、大見課長なんで血がついてるんだみたいなのでね、だいたい大見課長が怪しくなってくんですけど、それをね一発で綺麗に返してたのがかっこよかったですね。っていうかこの情報を出す前にもうすでにあの死体見てるって発言してるから、ああそうか踏んだんかみたいな。あそうか、苦しい紛れだけど。こっちからの返すなんだ情報はこれぐらいしかなくて、とりあえずもう一回、とりあえず一回太郎ぐらいのつもりだったけど、うんうん、でも言ってたしなーって。あとはあれですね、あのすぐハンマー持ってきたままバレたってハルさんが言ってたと思うんですけど、うん、それすぐ分かりすぎじゃないですかっていう、質問に対して回答としては、あの例えばなんで致命傷包丁なのにミニハンマーが気になるのとか、そういう風にね、あの買わせれるよとは書いてあります。まあ、ただあの春さんの目標は他の目標よりも難しいとはまあおっしゃってますね。んー、まあ、なのでほぼほぼバレるよって話です。バレてやった、まあ、でもメイン目標はね達成してるから。そうですね、うんうん、これなかなか本当に立ち回りによってだいぶ変化するシナリオなんだなっていうのは
なんか話聞いてて思ったな。な、あと一応情報も全部出しちゃいますね。はい。縦列で並んでるのがその人の人物のものですね。うんうん、一番左からリンさん、ハルさん、課長です。うんうんうん。まあ、でもそんなに新しい情報はないですかね。殺害予告についてか。はい、でも議論中にはこれ課長の自作自演じゃねっていう発言まではいかんかったな。私も考察して、あの誰に投票するかって話してる時に、俺自作自演だったらウケるなみたいなこと言ってたくらいだったから私はそのリンさんが分かりやすすぎたので、うん、ここはハルさんが犯人説を追ってみようということで、うん、あのプライベートに生きるハルはわざわざ傘を取りに帰ってくるのかっていう考察を立てました。あ絶対コンビニ買うじゃんみたいな。うんうん、だったら帰んないなと思いましたね。これ、なんか春の友達？これにさ、春が犯人だったらクソ面白いんだ。本当だ。いきなり外部犯が出てきたから、えっと思って。そうそうそう、だから、何外部犯ってと思って。うん。外部犯は最後の希望だった。そうだね、外部犯である可能性もあるっていうのを全然私たちは視野に入れて議論してなかったから、そう、なんか推理の時にね、まあ、そう外部犯もありますって言われて、えみたいな、もう無理だったね、思考ロックしちゃっててこれいい、難しいですよ、逃げられないと思います、これは、うん、ね、決定的な瞬間が存在しちゃってるんで、うんうん、超絶重うまい言い訳をしないと本当にかあ、いやもうこれもう感想戦だから言うけどさ、うん、また私事前に犯人当てちゃったわ。もうあのミロクさんに話してたんだよね、キャラクターのなんか自己紹介みたいなやつ読んだ時に、誰が犯人かな、いやリンだと思うわみたいなこと言ってて、そう、そうミロクさんが証人です。ああまた言ってるって。まあ、一応事前情報で愚痴ってるっていうのはあっただろうから。いや愚痴ってるはね、な、え？あのほら早川のことを二人で愚痴ってたじゃん。あでもそれあのハンドアウトをもらった時じゃん。あそうじゃん。本当にあの昨日の段階で私それ言ってて。そう昨日ね喋ってた時に言ってましたね。うん。もう何やってんだ私はって。いやーびっくりした。ハンドアウトもらったら犯人やんって。犯人やん。いやーでもそうね、今回に関してはもう本当に事件の真相を全部明らかにするためのシナリオみたいな感じに感じたな、やってて。うんうん。これ締め方難しくない？いい感じに締めてもらって、どんなんで。もうバッサリ言っていいんじゃないの？うん、じゃあまあ他みんな語りたいことはないかい？大丈夫かい？まああったらあったで、この後喋るか。うん。じゃあ一人一人ちょっと軽く感想を言ってもらって締めようかなと思うんで、じゃあ最初ミロクさんから。あ、はい。いや僕あの初キープ、GM でね回させていただいたんですけど、いややっぱ僕も回ったんですけど、このシナリオ、うん、あの僕の時真相解明までいかなくって、あの、うん、そう
こんな綺麗に真相にたどり着くことあるんだなと思ってね、感動しちゃいました。あともう緊張で胃が痛くてね、仕方がなかったんですけど、あの無事回せれてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあムラビーさん。はい、いやーまあ今回はね、まあ課長にね、もう図星ってぐらい全部言われたんでちょっと弁明が難しかったですけれども、まあまあまあ犯人としてね、そのどうやって立ち回るかっていうのを考えるのも楽しかったですし、まあ、今回は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ大活躍だった塩分さん。いやすいません、あの中の人はですね、あの面白い回答にしたいっていう気持ちがせめぎ合っておりまして、ちょっと違うのに投票してやろうかなとかいろいろ考えちゃったんですけど、はい、あそこはグッとこらえて、はい、やらせていただきました。いつもとは違う、今回は PM として参加させていただいてありがとうございました。ミロクさんも本当にお疲れ様です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまあ私も軽く喋れればなと思うんですけど、もうね、愉快犯がいるわと思ってそう、あの議論の途中でそのいやこれを言ってしまっては面白くないと思うから言わないかどうか迷ったんだけどねみたいなこと言うから、何言ってんだこの人とか思ってすいませんいやでもこういうタイプのいいなと思いながら、そう初めてね塩分さんとこういう形で一緒にプレイヤーとしてやったんですけど、いやもう超楽しかったな、なんか気持ちよかったわそうだし、そのまあ村美さんとかも なんて言えばいいの、あの、ね、課長を犯人にするための策をこういろいろ練ったりとかしてたみたいだし、そういうのもね、あの後で動画見るのすごい楽しみだなと思ってます。はい、いや楽しかったな。春さん結構もう隠しろ位置に後半なってたような感じだったんで、考察に集中することができました。いやー、ミロクさん初めてのうち M ありがとうございました。いや皆さんに回ってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあミロクさんに最後締めてもらっていいですか。え、嘘よっさんまだミスとは。ああ、そうでした。ということで、じゃあ私が締めますわはい、お願いします。マーダーミステリー、あの日から雨の日は早く帰ることにした、これにて終了です。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。また別のピオスさんマダミスでお会いしましょう。さよなら。